どうもタッカーです。ロードトゥザショー続きやっていきましょう。ということで今回はレンジャーズとの3連戦をねやっていきます。でこれがまず1試合目ですね。でこの試合タッカー3番サードでの起用ですね。まあ、ここ最近のいつも通りな感じだね。で、初戦のね相手のピッチャーなんですけど、このねノア・シンダガードですね。まあ、もともとメッツにね所属していたんですけど、まあ、この世界ではねレンジャーズに移籍してきてるっていう感じで、やっぱ能力は高いですね。でシンカー、スライダー、フォーシーム、チェンジアップ、カーブか。いやーシンカーとフォーシーム持ってるっていうのと、まあ、フォーシームもね球速いからね。お、スライダーからか。ちなみにタッカーなんですけど、動画界でもねヒットをコンスタントに打っていて、今15試合連続ヒット中ですね。まあ、これはできたら続けたいね、この動画内でも。さあ、ワンストライク、ワンボール。ああ、左下のミートの大きさがだいぶ小さくさせられてんな。いいコース。あれはちょっと今手出なかったな。さあ追い込まれたので一応コンタクトスイングでしばらく様子見ようかな。あ、やーべ、ヒットゾーンに飛んじゃったか。第1打席目はファーストゴロに終わりましたね。さて第2打席目、ヤンキース1点取ってはいるんだね。よしよし、今のは、そうだね、ギリストライクゾーンって感じだもんね。ああいうのはカットしていくと。やっべ、くっそ、最後シンカーか。これはめちゃめちゃいいチャンスの場面ですね。ピッチャーシンダガードのままで、満塁の場面。もうここはショータイムですね。これシンカーかな？これツーアウトか。ってことはもう、狙うはもう一つ、ホームランだね。弾道上がんなかったけど、まあいいでしょう。ヒットゾーンに。うまいとこ抜けてくれたし。さて第4打席目、どうだ、多分ショータイムは使えないかな。おー、あぶね、おいおい、あぶね今でもああいうなんか避けるモーションもあるんだね、タッカー。まあタッカーというかちゃんとなんかジャンプしてたもんね。いやあ、れはねえよ、あれストライクか。審判厳しいよそれ。ちょっとピッチャー変わったけど見てなかったなあんまり。フォーシーム、スライダー、サークルチェンジか。球種はそんな多くないもんね。もう圧倒的にストレートが多いのかな、自信度も高いしね。あれストライクか。よし、まあ、とりあえずよしよしよし、盗塁は成功してくれたけど、そっか、ラインギリギリで入ってたか。まあせめて進塁打は打ちたいとこだけどね。お、フルカウントか。ここはコンタクトスイングでもいいかな。際どいけどどうだ。でも進塁打にはなったかな。二塁ランナー三塁に進んだもんね。 OK、 とりあえず初戦はヤンキース勝ちましたね。
さて2試合目ですね。ヤンキースはセベリーノが先発か。ここ最近セベリーノ調子良くないんだよな。2勝5敗負けが結構ね続いてて、防御率も 5.27 なんで、今シーズンはちょっと苦戦しそうなシーズンかもしれないね。さあタッカーの1打席目、相手のピッチャーがランス・マッカラーズ・ジュニアか。ナックルカーブ、ツーシーム、チェンジアップ、フォーシーム、さあ先ほどの試合でもねヒットを打ったので、連続試合安打は継続中。追い込まれてるけど、まあ、ツーアウトなんで、もうそのまんまノーマルスイングで行こうかな。振っちゃってたか、スイング取られた。さあタッカーの2打席目ですね。一応1点差でヤンキース勝ってんのか。お、カーブから入ってきた。自信度は、今のナックルカーブが一番高いのか。でその後チェンジアップで、でストレート系って感じか。ことはなんか変化球で組み立ててくる可能性もあるけど、ツーシーム来てる。早くも追い込まれたな。今のはタイミング早すぎたか。カーブだったかな今のも。捉えてはいたんだけどね、タイミング遅かったか。よし、オッケーオッケー、一塁線抜けてくれた。オッケー、これで17試合連続ヒット。さてタッカーの第3打席目ですね。5回で点差は変わってないか。でランナーなし、まあ、ここは一旦ショータイム使わないで次の打席に温存かな。ノーストライク2ボール、次甘い球来たら、積極的に行きたいね。インコース寄りのちょっと高めのストレートか。おー、ラッキー、よしよしよし、今のは審判のおかげだな。よっしゃ、ラッキーだぜ。審判ね、パーソナルっていうね設定にしてるんで、ストライクボール判定がね結構そのランダムではあるんですよね。そうだから、ああいう風にゾーンはストライクゾーンの中に入ってるんだけど、まあ、審判がボールっていう判定する時もあるっていう。これ結構リアル感あって良くない？これ今どんなもんだ。40盗塁。さあタッカーの第3打席目ですね。今7回か。ランナーいないのちょっと残念だけど、もうここはショータイム使っちゃいましょう。ピッチャーがジェレミー・ジェフレスか。このピッチャー結構パワー系なんで、でもね変化球も結構いいんだよね。まあ狙うのはやっぱり、ストレート系かな。ナックルカーブが得意っぽいけど。ツーシームか。甘ければナックルカーブ叩くのもありかもしれないけどね。これは一旦見送っとこう。ちょっと甘い球もうちょい待ちます。おっ、いいんじゃないか。おら、弾道上がんなかったか。ちくしょー。ミートもうちょい下だったな。9回の表、2アウトまで来たな。これを抑えれば、最後にバントしてくる。どうだこれは。さすがにセーフか。よっしゃー、オッケー。あ、セベリーノに勝ちがついたかな、これで。よし、タッカーもう3打数1安打だもんね。じゃあ3試合目行きましょう。さ、3試合目のタッカーの1打席目。相手ピッチャーがシェルビー・ミラーですね。よっしゃー、来たぜ。初球何だったかな、カーブだったかな多分。よっしゃー、完璧。お、ギターシャカシャカシャカだぜ。よっしゃー、ちょっとクルリンパ見たかったな。クルンって360度回転するんだよね、打ったら。あの確定ホームランだと。
うん、縦カーブだったか。よし。ランナーが一塁にいて、ノーアウト。うん。お、走れ走れ。よしよし。これで得点圏にランナー。さあどうだ、これもカーブだったけど、うーん、ちょっとバットの先だったかな。あー、ヒックス走ってないの、タッカーの第3打席かな。うん、ピッチャー変わってないもんね。ランナーいないからな。ここはショータイムは温存で。あー、詰まった。取るな取るな。取るよな。あれは完全振り遅れで詰まってたな。よし、あ、ピッチャー変わってる。マーシャル・コーデロ、あ、さっき対戦したピッチャーかな。これ6回か。どうしようかな。ショータイム使っちゃうか。うん。さあ、角度と勢いいいけど、どうだ、いったな。よっしゃー、オッケー。これで16号か17号か。うん。いやー、いい当たりだったね。この場面もまた、うん、スコアリングポジションにもランナーいるし、いや、打ちたいね。カーブも狙いたいけどね。あー、打ち損じか。ファールゾーンに逃げてほしい。あ、くっそ取られたか。チクショー。まあ、ホームラン2本打てれば、うん、上出来でしょ、タッカー。ということで、今回はテキサスレンジャーズとのね、3連戦をやりました。結構、まあホームランもね、まあ、順調に重ねてきてるでしょ。なんでこの調子でホームランもね、打ってって、まあ今月、うん、5月終わるまでには20本は最低でも到達はしたいね。ということで、また動画外でね、日程は進めておきます。ということで、この辺にしましょう。ご視聴ありがとうございました。ではまた。